こんにちは、部屋からの先生カミトレのカナベです。今日の内容はですね、お客様の白髪を明るく染めるときにどういう風な判断で薬剤を選んだらいいのか、これについて詳しくシンプルに解説をしていきます。っていうのもですね、やっぱりお客様の状態によって相性のいい薬剤ってやっぱり変わるんですよ。例えば風邪の症状で喉が痛い人にお腹の薬を与えても良くならないと一緒でですね、やっぱり状態に合ったものを使うっていうのがすごく大事なんですね。なので、ヘアカラーが苦手な方やブランクがある方にもですね、こういうふうに選べばいいんだなっていう、なんかこうきっかけになればいいなと思ってですね、今日解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではですね、美容師に向けてヘアカラーの情報配信はもちろんですし、お客様にもですね、ヘアカラーのことをシンプルに解説していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。結論からお話しするとですね、お客様の白髪の比率によって相性のいい薬剤というのは変わります。例えば、こんな風に白髪がちらほら気になるお客様の髪の状態の方と、白髪の方が多く見えるお客様の状態、全然違うと思うんですよね。で、これ何が違うかっていうと、単純に暗く染める白髪染めの場合は濃い色を使えば OK なんですけれども、明るくしたいなっていうご要望があった場合にはですね、黒髪の方が多いお客様には白髪を染めるのはもちろんなんですけれども、黒髪を明るくしないと NG ですよね。逆に白髪の方が多いお客様には白髪をいかに薄く染めるか、これがすごく大事なポイントになってきます。黒髪を明るくする必要がある場合はファッションカラーの方がおすすめです。以前の動画でも紹介しているこんな感じのレシピ、明るい番号と濃い番号、こちら両方ともファッションカラーの薬剤なんですけれども、オキシは 6% で明るくしてあげる必要があります。逆にですね、白髪の量が多いお客様の場合はさっきのファッションカラーのレシピでももちろん OK ですし、グレーカラーの8番ナチュラル系の8番とかを使って薄く染めるとこんな風に明るく仕上がるですね。これ逆になってしまうと、黒髪が多いところにグレーカラー使ってしまうとですね、白髪染めの薬剤って白髪がよく染まるように濃い色がたっぷり入ってるんですよ。これが白髪を染める効果があるんだけれども、これのせいで黒髪が明るくならない、そういう風な事故が起きやすかったりとか、やっぱり白髪染めを使うと黒くなっちゃうねっていうイメージをお客様に植え付けてしまうと思いますので、お客様の状態に合わせて薬剤のタイプを選びましょう。黒髪が多いならファッションカラー、白髪が多いならグレーカラーでもファッションカラーのどちらでも OK。こういう判断で覚えておくと薬剤決めやすくなると思いますので、ぜひ参考にしてやってみてください。で、今日お話ししたような内容ですね、2日に一遍美容師さんへ向けて LINE で情報を配信させていただいております。で、友達登録はまだの美容師さんいらっしゃいましたら、概要欄とコメント欄にですね、リンクが貼ってありますので、そちらからぜひ友達登録をよろしくお願いいたします。で、ヘアカラーを実は学んだことがない方へ向けてですね、カミトレドリルリスタートコースっていうサービスをカミトレで配信させていただいております。時間がない方へですね、最適なヘアカラーの勉強方法ですので、LINE から見れるようになってますので、興味ある方ぜひお申し込みください。今日の話をまとめると、白髪が少なく黒髪が多いお客様にはファッションカラーが明るく染めれば OK。白髪が多いお客様にはですね、グレーカラーでもファッションカラーでもどちらでも浅く染めてあげれば明るく仕上げることができます。ただですね、注意点として、基線部が暗い場合は根元だけ明るくなっちゃうと NG ですよね。なので、基線部が暗い場合は明るくする手順が必要になりますので、そこだけ間違えないようにしていただいて、お客様の白髪のストレスが減るカラーリングをですね、ぜひ提案してみてください。で、今日の内容が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。明るく白髪を染めるときにいろんな方法があるんですけれども、透明感の強い薬剤ってよくあるじゃないですか。ユーミナとかアディクシーとかああいうタイプ。透明感が強く出るような薬剤ではない方が僕はおすすめです。なんでかっていうと、バランスがいい方が使いやすいんですね。あまり色が強く出てしまうと、白髪が染まっても青くなっちゃったりとか、トラブル増えますんで、そこだけご注意ください。今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。